いろしばい。くー。たったかむ。最悪です。今日はシャッターキーが急に開かなくなりました。これですね、一応合鍵はあるんですけど、シャッターキーがカチッカチッと音はするんですけど、これ以上もう絶対に開かない状況になったんですよね。で、この中のマグネットがおかしいか、こっちのシャッター側のマグネットがおかしいかがあるんですけど、一応もう鍵がさせない以上ですね、どうすることもできません。で、こういう場合の対処の方法です。大雑把に言うと、二通りのやり方があります。一つはですね、ここにドリルを開けて緊急的に穴を開けてあげて、刺して回してあげるという形ですね。で、これはですね、する必要は外でない限りはありません。それが二つ目につながるんですけど、二つ目のやり方としては、このシャッターキーだけを交換してあげると。ただし、シャッターキーを交換してあげると、シャッターのマグネットの部分と、キーシリンダーの鍵、これは別々に管理する形になります。まあ全然これでもいいんですけどね。で、鍵をどうしても一つでこのマグネットキーのスイッチのところですね、カチャって開ける部分とシリンダーの鍵、キーシリンダーの鍵を一緒にしたい場合は、シャッター側とキーシリンダーと二つを交換してあげる必要があります。そしてその動画に関してはもう実はアップロードしてますので、ひろしバイク .com today AF61 キーシリンダー交換方法で調べてみてください。そっちの方が丁寧に出てるかなとは思います。で、今回は全く同じのをしてもあれなので、シャッターキーの交換という方法だけをしたいと思います。で、この場合非常に簡単で、シャッターキーをですね、もう別にマグネット式じゃなくていいよっていう人に関しては手でこう開け閉めできる。ただの錆予防になるだけなんですけど、それでいいよっていう人はこっち側のシャッター側のマグネットを殺してあげることもできます。まあ、ただそれもあんまりあれですかね。一般的に考えて、まあシャッターキーをスムーズに交換してあげるのが一番いいかなと思います。で、運がいいことに私のはですね、ちょうど先月ぐらいに Today AF61 を部品取り車でもらってたんですよね。動画でも部品取り車としての Today AF61 の分解方法をアップロードしてますので、もしかしたら見た人はいるかもしれませんので、その場合わかるかもしれません。その時にキーシリンダー、シャッターキーの方も、どちらもですね、当然ありますので、それを利用してあげたいと思います。ということで、今回はシャッターキーのみの交換方法となります。鍵はあるけど、ここがもう開かないので、バカになって開かないので、どうしようもできない場合ですね。それの対処方法です。方法はシャッターを交換してあげるだけです。ということで作業に入りたいと思います。そしたらここから作業を開始していきます。今回は冒頭言った通り、前回ですね、部品取り車 AF61 もらいましたので、これ、キーシリンダーとマグネットシャッターですね。そしてマグネットシャッターだけを交換したいと思います。キーシリンダーも交換する作業はもう動画アップロードしていると言いましたよね。ですので今回はマグネットシャッターの交換作業となります。シャッターが開かないことにはもうハンドルロックが効かないので、こんな感じでドーリーに乗してます。そしたらバイクの正面に回り込んで、フロントキャリアネジを外してあげます。バスケットなどついてる人はそれも外してください。で、ウィンカーのすぐ下ですね、ここです。両サイドあるんですけど、ハンドルカバーのフロント側のネジ、これを外してあげます。ハンドルロックが効いたままですので回り込んで、ちょっと外しにくいですけど、ここですね、左側は同じように外してあげます。終わったら次、運転席側に回り込んであげて、ハンドルカバーの後方ネジ、リア側ですねと、フロントカウルのネジ、合計で5つのネジを外してあげます。そしてコンビニフックですね、ここに関しては10ミリでボルトを外してあげます。ハンドルカバー外した後、この4つですね、1,2,3,4 と外すとフロントカウルが外れます。で、コンビニフックも10ミリで外してあげます。そのまま下にグッと向くと、ステップボードにボルトが4つありますので、この4つのボルトを外してあげます。次にバッテリーボックスのネジを外して、中を開けてあげます。この中にレックシールドを固定するネジが1つだけあります。ここですね、中のレックシールド固定ネジを外します。ここ言われないと気づかないですよね。そのまま車体の左に回り込んで、ステップボードの左側、シート下カウルとの固定ネジを外してあげます。これですね。そしてバイクの正面側から見てですね、フロントタイヤの奥と外側にあります。このネジ2つを外してあげます。レックシールドとステップボードを固定しているネジですね。同じように右側もですね、全く同じように左右対称でありますので、正面から見て、この固定ネジ2つを外してあげます。
次で最後ですね、また車体の今度右側シート下カウルとステップボード後方をつなぐネジ、これを外してあげます。これでようやくレッグシールドを外すことができます。レッグシールドはですね、足で下側を上に上げながら手前に手で上側から引くと、こんな感じですね。矢印で言うとテコの原理の感じで外すと簡単に外れます。これでレッグシールドを外すことができます。するとむき出しになるのがマグネットシャッターキーのところですね。正常なマグネットシャッターを用意して、これの場合はですね、このシャッターに対してのシャッターキーのマグネット部分だけになります。ちょっと意味が分かりにくい人は後でまた説明します。ということで、これはですね、左側から見ると分かります。ぐっと近づくとここに六角穴付きボルトがあります。これを六角レンチで外してあげます。前回声かけていただいたんですけど、 AF61 は六角穴付きボルトですけど、 AF67 はどうも普通のボルトみたいですね。ちょっと詳細は分かりませんので文字起こしはやめときます。これで古い方を引っこ抜きます。もうこれだけですね。簡単です。あとは新しい方をかぶせてあげて、また同じように六角穴付きボルトで締めるという形ですね。もうこれでマグネットシャッターの交換は完了となります。どれだけカウルがめんどくさいかですね。ほんとカウルさえなければ一瞬で終わる作業です。それはいいとして、これでですね、使い方としてはマグネットキーは問題なくこんな感じで使えますね。交換したやつで締めて開けてできます。ただしこのシリンダー、キーシリンダーの部分に関しては当然使えません。刺さりません。もともと鍵が違うからですね。これ以上刺さりません。ということで、これはマグネットに対してはマグネットキーを使って、キーシリンダーに対してはこれは使えません。もともとの鍵を、これを使う必要があります。なので別に2ついるということですね。シャッターを開けるマグネットキーとエンジンをかけるためのキーですね。この2つとなります。とりあえずこれでハンドルロックも外せるようになったので、作業が楽になります。全然違うんですよ作業が。で、もともとこのマグネットシャッターキー専用の方はですね、キーシリンダーの先っちょ邪魔ですよね。ここカットしてあげた方がいいので、その作業もしてあげます。グラインダーで削るだけですね。そもそも使えないものを持ってても邪魔になるだけですので、いらない部分を削り取ってあげます。これで完了ですね。合鍵作ったりするとこう別々になったりしますよね。それと同じですね。こんな感じでシャッターキーのみ交換する場合は、こういうふうに別々で管理して使うという形になります。まあ、使い方としてはマグネットシャッターキー専用の方でシャッター開けて、本キーの方で、エンジンをかけるという形になります。カチャッと開けてエンジンはもう一個の方でシリンダー専用の鍵でかけると。OK ですね。そしたら最後は、組み立てですので、もう早送りでいきたいと思います。このカウルバイクの宿命ですけど、ほんとめんどくさいんですよね。これがまあ、丁寧にしないと結構ずれたり割れたりしますので、ご注意ください。今回交換したのが純正のため、ぴったり綺麗に合わさってますね。カウルとシャッターキーのところですね。これ社外品使うとちょっとずれたりしますので、まあ、しょうがないですけどね。ということで、今回の修理 Today AF61 67も共通マグネットシャッターだけの交換作業が完了。動画にない情報なども Twitter、Instagram、ブログで随時更新中です。